来てくださってありがとうございます。ありがとうございますね。来てくださいました。そしてね。今日はごとましさんは今日ポトマスさんなの？<laughs> 今日はポトマスさんの日なのね。了解した。<laughs> あ、ひらゆきさん、デニスさんもこんばんは。でございます。こんばんは。そして、宮沢さんのファンレベルがね。8に上がりました。ありがとうございます。 ヒロムさん、はじめまして。こんばんは、スーでございます。ね、初見です。初見さんでございますね。ありがとうございます。来ていただいて。ね、コメントありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして TGJ シンプソンさん来てくださいました。こんにちは。そしてね、デニスさんもね、破壊をありがとうございます。蝶志シ優生さん、こんばんは。今日も来てくださいました。ルーセさん、今日も顔ありがとうございます。今日はね、ちょっとテストだったので、もうなんかガッとね、結んでるから、ちょっとね、髪の毛が、ちょっと、 まとまってるって感じなんですけど、よろしくお願いします。うん。そして、ねえ、いおりさん、ね初はじめましてだ。こんにちは。来てくださってありがとうございます。ねぜひぜひコメントをたくさんしていただけると嬉しいでございます。ねえ、今日、ポトマスさんなんだよね。了解しましたよ。<laughs> ねあ、まさっちさん、ヤッホー来てくださってありがとうございます。こんばんは。そしてね、エンデバーさん、こんにちは。来てくださいました。来てくださってありがとうございます。あ、 あ、ノット・ヒロアカって書いてあった <laughs>、ね。反応しようとしたよ、ヒロアカなのかなと思ったら、ノットだった。ルシダピンクのおさらさんがあ、この子ですかこの子はですね、桃太郎と言いまして、あの、筆箱です <laughs>。なんかね、勉強しるときに横にいたので、この子もね、ちょっと置いてみました。ね。はい。この子は、ね、桃太郎と言います。あのね、なんでこの名前になったかというと、 あの前のね学校でなんか普通にこの子の名前を考えていまして何も思いつかなかったのだからなんかねね技術の時間だったからその時って技術の先生に「この子の名前何がいいと思いますか?」って言ったら「桃太郎」って帰ってきて「桃太郎か」と思ってまあ桃太郎になったんですよでそのね翌週にねもう一回技術のね授業があったからねちゃんと聞いてみたんですよこ「のこの子の名前覚えてますか?」ってこの先生がつけてくださったんですよって言ったら「覚えてない」って言われました切ないですね <laughs> <laughs> ねえ、桃太郎、返、ね返しときます。ね切ない桃太郎でございました。大和さん来てくださってありがとうございます。こんばんは。そしてね、翔太さんも破壊はありがとうございます。こんばんは。そして、まさちさんのファンレベルはね、7に上がりました。ありがとうございます。うん。そして、はるくんパパさん、初見です。と来てくださってありがとうございます。こんばんは。今日もね、来てくださいました。そして、大熊猫さん、パンダって読むんだったっけこれ、なんだったっけな なんかパン違うっけ大熊猫違うかなレッサーパンダわかんないよ <laughs> 何だったっけ何だったっけ大熊んかあるんですよねそれでさ関係なかったら恥ずかしいんだけどおおクマちょ,っとちょっと調べたくなっちゃったクマ猫あ読み方あるえっ、ー、とレッサーパンダあ違うかったわあ違うかったわ <laughs> なんか ね大熊猫がジャイアントパンダで、小熊猫がレッサーパンダだった。へえ、ちょっと勉強になりましたね。パンダの方でございましたかありがとうございます。来てくださって今日も。かずみさんこんばんは来てくださいました。ね、8レベルありがとうございますそして。もうにニャさん、ラウリさんもこんばんは来てくださいました。ありがとうございますしてね。 もこにゃんさんはアバターを使ってくださってありがとうございますそして七味さんのファンレベルが6そしてコンさんのファンレベルが8に上がりましたありがとうございますそてヤチさんこんばんはロシアさん可愛い,いフルバックありがとうございますねこのピンクのゴリラをずっと私はいつぐらいからかな中2ぐらいから使って中2の最初ぐらいそんなことないかないやそんなことあるよ <laughs> ねお気に入りの声です あの、使う、ん一緒にね、あの、このこと勉強していきたいなと思っております。な、なっちあさん、こんばん。来てくださいました。初めてでございますね。すずょすと申します。よろしくお願いします。そして、こんさん、ヤッホー来てくださってありがとうございます。そして、TJJ シンプソンさん、今日腰を痛めました。何か一言、お願いします。腰を痛めましたへー、腰痛めちゃった。あー、なん、もう、だ、大丈夫ですか <laughs> ね腰を痛めてしまったということですねサロンパスをねちょっとちゃんと貼って寝て気持ちいいサロンパス違う <laughs> ね <laughs> ぜひぜひねサロンパス貼ってね男性にねしてくださいね治るといいでございますすぐにね気をつけてね エレメンツさんこスイちゃんとありがとうございます。こんばんばそして山田さん、筆箱でかってんだ筆箱ね、ほんとでかいんですよ。かわいいでしょなんかね、あとこのねゴリラがねでかいのもあるんだよ。ちょっとね、でもね、もう中身のものをパンパンに入れてたらすごい使いにくいから、ちょっとね、中ちょっと本当はね、痩せてるす。すごいね、ほら、本当はね。そうそう、こ,れこの子、そうそうそう、あのー、そう、木、木、あのー、ね。 何て言うんだろうねわかんないけどね意外と太ってないです <laughs> なんか意外とねそうでかくないんだよいやこの子はでかいわね中身がね詰まってないだけよしあっカさん今日ははま寿司で生ビールを飲んできたので酔っ払いです5時があったらごめんなさいと大丈夫でございますぜひぜひね5時ったら5時ったで <laughs> 大丈夫です。ございます。私もよくね、LINE とかしてるときにね、よく変なごじり方をして、意味がわからなくなりますよ。友達との会話で。お互い、ハテナが浮かびます。モリリンさん、ヤッホー来てくださってありがとうございます。ルーセさん、切ないでありがとう。<laughs> ね、切な分かってくださってありがとうございます。そして、PL さん、こんにちは。来てくださいました。ヤマトさん、50カウント、ありがとうございます。てさ、桃太郎、いい名前ですね。と、本当にね、技術の先生にありがとうと伝えたい。あ ポトマスさん名前の先端をポにあそういうことかそういうことか分かった分かったポーちゃん <laughs> ね昨日ねそう名前の先端をポに変えたら可愛いみたいなハッシュタグがありましてやってみたらね私ねどう考えてもねすーちゃんをね変えたらポーなんだよ <laughs> そう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 ねえポトマスさんポトマスさん可愛い,い気がしてきた <laughs> ポーちゃんはたら原型とどめてなかったからうん。 ねえ後藤真さんのねあのお名前は気分によってその日の気分を表してくださってるんですよね覚えてますよ DJ シンプルな毛をむしられたサルかとってよく言われるんですよねえおサルかゴリラかわからないって言われるんですけど、ね、多分ゴリラです手がねこんな感じだからねえ多分ゴリラじゃないゴリラと思って生きてきたからちょっと今さらねサルですってこの子も言われてもちょっと困ると思うからゴリラでこれからも生きていこうと思うあ 待って、いおりさんかないおりさん、こんにちは。来てくださってありがとうございます。こんばん。そして、つさんね、すちゃえらいねとありがとうございます。ね、えらいをいただきましたよ。ありがとうございます。可愛いい,いただきました。ありがとうございます。あひろにゃんさん、こんにちは。来てくださいました。こんにちは。つたんさんにアホは今日も来てくださってありがとうございます。そして、もったんさんも、こんにちは。来てくださった。そして、いおりさん、たかねご、最近ハマってくださったんですかありがとうございます。 ね高猫をハマってくださってもう本当に大感謝でございますぜひぜひね高猫の沼にズブズブおつかりくださいませ <laughs> ぜひぜひあのね本当にね高猫はねもう本当にねもうね最高なんでございますなので本当にもうハマってくださると嬉しいでございますぜひね発行しお願いします <laughs> あつたさんピンゴリさんもヤッホーと でねピンゴリさん。あ、ピンクのゴリラさんかね。ねピンクのゴリラさんでございます。ね桃太郎と言います。この子は。青ひげのさん、こんにちは。来てくださってありがとうございます。そして、秋晴れさん、破壊をありがとうございます。こんばんは。そしてね、ポトマスさんのね、ハンレベルで11に上がりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ねちょっと魔法をかけました。あ、手の力を抜いてみて、猿の名残です。と。<laughs> 手の力、あ、そういうことは手の力を。 抜いてみて猿の名残ですどういうことだこいつのこの子のこの子のことかな手の力を抜いてみて猿の名残猿の名残です <laughs> パアさん学校に持っていったら人気者の演奏この筆箱ですかこの筆箱いつも学校で使ってますよそう新しいねあのあっちのね大阪の学校だったらなんかみんなねこの学校クラスに あの、何人かは持ってたんですよ。そう、結構持ってたんですけど、この学校に来てからはね、一人も見てないので、そう、びっくりされました、最初は。なんだこのゴリだと言われました。管理生せさん、クリスマスライブ申し込みますけど、今回のお見送りすーちゃんは参加するんですかと。え、どうなんだろうちょっと、た何なんも言われて、わかんない。ちょっとね、確定はできないから、ちょっとね、 多分でも時間前はさ20時過ぎたからだったからうん多分大丈夫かなちょっとねでも確定は多分でもほんとにあのー、ね私がねあのファン見でなんでハイタッチできないかっていうと20時を過ぎてたからだから多分いけるはずね何も言われてないね一部は多分ねできる気がするようんねちょっとね確定の うなんか間違った情報にね言うのは怖いのでちょっとあんまこうですとは言えないですけどルシェさんお星様ありがとうございますありがとうございますね高速でありがとうございますよしあそうだ言うの忘れてた私は今でございますねあの特大クマの恵みをゲットしちゃいましょうというねイベントに参加させていただいています現在は11代ございますね本当皆様はねありがとうございます あの1位で100万ポイントだったからちょっとポイントはねちょっと忘れちゃったんですけどそんなぐらいを取るとすごくねあの 2m の私より断然でかいそう私が今148ほぼ150だから5 0ンチの差があるねクマがもらえるんですよねクマが欲しいということで <laughs> 皆様応援よろしくお願いしますねもうここにねドンと置きたいんですよねそう皆様と頑張る いいけたらなと思いますだからねもう,もう今テスト期間なんですよ今日もねテストねあの受けてきたんですよそうでもね配信はねバリバリしたいと思いますね頑張ろうと思いますので皆様よろしくお願いしますまるさんどうもこんばんは今日もかわいいんでとありがとうございますもうねもう嬉しいでございますあ t j j シンプんさんすーちゃんは子供ビールやな、ね、って子供ビール私すごい好きなんですよ <laughs> 子供ビール知ってるかななんかあのー、えっとね サイズサもちちっゃいイゼリアじゃない <laughs> あ言いたいのおもちゃおもちゃのさあ,あそこだよねサイじゃなかったっけねそこから間違えてた結構絶望なんだけどなんかあるんですよサイゼリアみたいな名前のとこ違うかなサイゼリアと全然全く違うのかなまあねおもちゃ屋さんがあるんですけどそこでね売ってるんですよね私がよく見るのはそう子どもビール あの、なんか誕生日の時とかね、飲もうとします。マローさん、ポローです今日起きてくださって、ありがとうございます、ポローさん。<laughs> ね、ポローさんが来てくださいました。で、ね、浜国さん、ね、水色のペンライトありがとうございますそしてね、ポトマスさんも多分ね、あ、ポトマスさん青かなありがとうございます。ありがとうございますね。嬉しいでございます。あやったぜあ急9位に一気に上がりました。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイということでね。 皆様のおかげでございますまるさんトイザラスかそれですそれです <laughs> サイゼリアどこがやねんってなってる <laughs> ねちょっとねちょっと間違えちゃったよねぇト,トイザラスでした <laughs> サイゼリアどこから来たんやろ5文字しかってない <laughs> でもさトイザラスサイゼリア全然違うわ <laughs> 音程のなんかいい感じで一緒かなと思ってけど全然違うさんまさんあきさんやまちゃんさんこんばんは来てくださってありがとうございます ねえ、来てくださってありがとうございます。よし、くずルルンさん、やーー、今日も来てくださってありがとうございます。ってね、ポトマスさんが、おーっと、ありがとうございます。ねえ、ポトマスさんが、ねえ、ゴトマスがいつもおおってやってくださるのが好き。マリオさん、タカネコちゃん、だいぶ使って、そろそろ味が出てきたもんだ。<laughs> だいぶいい感じにねなってきてますね。ねおでんのね、ね おでんの大根みたいな感じでいい感じもう最高な感じになってきました <laughs> ねおでんって美味しいよね <laughs> おでんって美味しいんです私糸こんにゃくが好きですてるさん現在進行形でスーちゃん沼にズブズブしておりますありがとうございますもっとねしっかり <laughs>、ね、あああねりがとうございますてるさんねいつもありがとうございますおテーてるさん来てくださいましたこれ筆箱ですよ中身出しましょうか ねこれ筆箱なんですよ。ね筆箱紹介しよう。で、これ違う。サンキュキューピ p じゃん。ね、筆箱。ね、私はね、無印のペシャーペンあるじゃないですか。ちょっとそんなちょっと使ってるからきあんま綺麗じゃないんですけど、そうです。無印のシャーペンとかをね、使っています。無印がね、多い。ほんと無印。なんかなんだろう、無印がなんかわかんないけど、普通に使いやすい。なんか クルトガとかあるじゃないですかなんか分かんなくてなんか天にフィットしなくて多分まあ使ってたら慣れると思うんですけど私はねずっとねシンプルな無印のシャーペン2本でしょでねここがねそうねなんかシャーペン紹介になっちゃった <laughs> そうこれがねねちょっとペンそうこの中にね私はね絵を入れてるんですよ友達にもらった絵とかをねちょっと赤まあないやつもありますけどでこれが最近なんかコンビニで <laughs> コンビニでなんか、に、なんかね、50%オフになってた、なんか水色が可愛かったので買いました。で、あとはね、なんかシャーペン紹介になっちゃってるよ、今。あ、これが100均で買い,買いました。ね、ちょっと、ちょっと反射がひどいですね。よし。こちらが、あの、ちょっと、ボロボロですね。ちょっと聞 <laughs>、ね、バラバラでも最初からこんな感じだったんですよね、メモですね。 でもねこれねアクリル何て言うんだろうプラスチック系だからさすごいシャーペンで書けないからちょっとね困る瞬間もありますけどマイネームがねなんかなくなっちゃったんだよね誰だマイネーム取った人多分自分だろうなこれも無印ねでちゃんちゃんちゃんちんこれはねうん定規ですね使い古してますねでこれがねここ見えるかなかわいいでしょこのうさぎさんね大阪の友達にもらいましたでこれがね シャーペンの芯ね、ねですねあ、もう一個同じ種類出てきた。サラさんの黒。これがね、思ったより使いやすいんですよ。サラさんの黒は最高ですね。で、これがなぜか絵を描く用の茶色のペン。ね。何ミリだったっけ ?0.5 でした。他はもう何でもないです。ね、ただの、ただ,ただのって言ったら失礼ですね。のりでしょ。で、えっと、これがね、コンパス。ね。素敵なコンパスでしょう。お姉ちゃんのね、取ってきました。ね。これがね。 あ修正ペンがねすごい引くのが下手くそでして修正ペンってなんかすごいなんか壊れるんですよね修正ペンってなんかここの部分がねバキって言うんですよねちょっと最近はね修正ペンちょっといい感じかなと思ってきたんですけどあこれも絵を描くペンですねそうこれもすごいいいですよえっとね覚えてるんだよどこで買ったか覚えてるよえっとねキャ,ンキャンドゥーだったかなキャンドゥーだったけどこれがハサミ ハサミなんですけど、そう、これ、ワニなんですよ。ね、これは友達から誕生日プレゼントでもらったんですけども、なんか友達にね、これね、あげるって言われてね、ありがとうってもらうじゃないですか。そしたらね、なんか、あのー、私のパパが選んだよって言われて、そう、私のっていうか、その友達のね、パパが選んだよって言われて、どう反応したらいいかわからなかった。<laughs> そう、だから友達のパパが選んでくれたハサミを持っています。<laughs> で、これがインクの全然出ない、なんか、なんか青あ、赤シート使ったら消えるやつでした。どうもありがとうございました。あの、中学3年生、受験生のね、はい、筆箱の中身でございました。ああああ、僕ね、全然落ちなかったわ。全然切ってたわ。ごめんなさって。よし。あ、ちょっと待って、筆箱紹介してたらね、9位からの上に上がりました。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ちょっとね、筆箱紹介長引きました。の ママもももさん来てくださってありがとうございます破壊はありがとうございますそしてはるかパパさんのファンレベル23に上がりましたありがとうございますハムクニさん破壊はありがとうございますそしてノンタンさんフォローありがとうございますそしてテ j でシンプさん今日はスーちゃん大人っぽいねえちょっと今日はねちょっと髪縛ってる感じなんですけどそうルシーシエさん一部ね参加できそうですよねねえツタンさんもね大丈夫そう私もハイタッチしたい皆様とねえねえ <laughs> ぴょんちぃさんヤアホをきてくださってありがとうございます。コンバースしてルセさんお子ちゃまだからしょうがない。ちょっと待って、これつけよう。お子ちゃまだからしょうがない。どの話だったっけちょっと私戻るわ。少しばかり。ちょっとね、札箱を紹介してたらわかんなくなっちゃった。おいしょおいしょ。あ、でも違うか。コメントの話じゃないかもしれないわ。お子ちゃまだからしょうがない。なんだったっけ何 <laughs> の話だったっけな。あ、ゆたらさん、ん破壊ありがとうございます。コンバースして。 昨日メールの写真めちゃくちゃ綺麗だった。ありがとうございます。ね、嬉しい。褒めてくださった。っていうかね、ハンクラブ入ってくださったです、ね。嬉しい。今度も私は感謝、感謝でございます。やった、ありがとうございますね。昨日はね、あの前髪分けて、こっちをね、三角数にしてたんですけど、褒めていただけて嬉しい。翔平さん、こんにちは。来てくださいました。それで、ツタンさん、2メートルだと配信すなっちゃうつまなくなっちゃうと。あ、 あの、2メートルのクマさんの方に、あの、主導権握らせる感じですか、配信。<laughs> 私の主導権奪われるのか。うわあね、配信を捉えてしまう2メートルのクマさんに。う丸尾さん、ハンレベル5人上がりました。ありがとうございます。あ、その話か。おみおり、遅い時間だった。あ、私、お子ちゃまだ。あ、ね、中学生だから。ね、20時までというね。 そう20時にねなんか皆様と「おやすみ」って言ってお別れをねその日の一日のねバイバイをするんですけど全然寝てないです <laughs> でなんかあのねあの「寝るの早いね」って言っていただけることがあるのですが寝てないんですよそう <laughs>、ね、初めて言ったかな寝てないんですよ私はねでも本当にそういうコメントもね嬉しいでございます本当にねコメント一つ一つがね本当に Twitter とかはね嬉しいでございますよもうね 多ければ多いほどすごく嬉しいでございますもうねもう一人が何十個やってももう私は嬉しいありがとうございますみなさんいつもねおへこ返信んうんかんじさミルクちゃんと桃太郎とシトですーちゃんのベッドにぎやかになったねっ <laughs> あでもこれねベッドじゃないよこれソファーなんよそうあのベッドにはもうねなんかね置いてないなんかあの前ね全部置いて寝てたんよ そしたらね、なんか寝返りが打てなくて <laughs>、寝返りが打てなくなって、ちょっとね、あの、腰を痛めたので <laughs>、ちょっと最近は <laughs>、ちょっともう、あの、一人で寝てます <laughs>。ベッド、ベッドでは。うん。あっ、シンプソンさん、特大クマのぬいぐるみ、ゴミ捨て場にあったような、ない、ないない、ちょっと待って、そんな切ないことありますかク,クマのぬいぐるみ、ちょっとそれさ、なんか持っていく人も釣らないですかえ、2メートルって大谷選手よりでかい、え、2メートル大谷選手あれ 2メートル以上なかったっけそうなんだほうほうほうあ、どさんこさんね黄、緑どあちょっと私これね読めないんですよ、私これねあのお名前わかるんですよ紅白そうなんですか初写真のあーあちょっ噛んじゃった紅白いけるもうすごいなおぉおぉいな <laughs> ね、ちゃんと聞こうね、好きなんですけどあの,、ね、あの曲は好きなんですけどお名前が読めなくて私ねなんだったっけ緑、違うね、ちょっとねちょっと難しい ね、前だって私さその読み方が間違ってることを知らなくてずっと「緑黄色社会さん」って呼んでましたね本当にねいや全部全部をそのまま読んだって感じであっいりさんすーちゃんいおりさん同い年なのおお<う>中315歳イエーイ <laughs> ねおなえ同い年ありがとうございますね中3だよ津田さんサンガリアが子どもの飲み物ってそうあそれかなあのそうそうそうねえ サンガリア子供の飲み物、ほうほうほう。そしてユタフが紅白出場選手決まったようです。そういうことですね。紅白ねいつか高値子出たいな。で頑張っていくで、うお。マリウさん大丈夫サイズエリアで熊売って,ても OK だ。<laughs> サイズエリアで熊売ってたらもうもうリアルの熊売ってるんじゃないですかサイズエリアだった。ら <laughs> ねえ、サイゼリアでね、クマはね、多分もう本物のクマさんなのよ。アリさんね100回目の訪問でございますよ。今日ありがとうございます。アリさん、ありがとうございます、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。マルさんね、沼に沈めて。もう皆様をね、高猫の沼に沈めたい。マルさん、シンプルなの好きなんね、と。あ、そうなんですよ。筆箱の話かな。あおでんの大根、チル染みててうまいと。本当にね、 そうおでんはねちょっと最近ねかってさ <laughs> なんか終わらないと次に次の料理に行けないとかわかるかななんか、ね、だっておでんってさどんどんおでんのさ大根とかでどんどん染み込んでいくから美味しいのもあるんですけどちょっとねおでんちょっと今飽きてるんだよね。<laughs> 美味しい好きなんだけどねそう。 いつきさん来てくださいました。8回はありがとうございました。しアリエスさんも来てくださいました。ありがとうございます。こんばんは。そして、京人さん。ね、歌う歌ってとありがとうございます。今日はね、配信いつまでするかちょっと決まってないんですけど、今日どうしようかな。何時から始めたっけ ?17 時半から始めたから。うん、どうしよう <laughs>。やりたいの、19時までしようかなと思ってはいる。ね、計画の熊さんイベ中なのでね。 あカかんさん、タカネコのメンバーで、誰か勉強教えてくれるメンバーはいますかと、あのね、なんだろう、さーちゃんがね、あの、賢いなと思います。なんか、普通にね、勉強の話になかなかならないんですよね、タイミング。普通に、会話がね、出てこないんですけど、さーちゃんは賢いと思いますね。なんか上から目線になっちゃうのは賢いって、あの、頭がね、とても良い気がする。あの、うん。なんかすごい公式とかもパッて出る人だから。ね。そ、かな <laughs> あ、t j j シンプソンさん、悪いことするとペンペンするよって。<laughs> ペンペンされるよ。てつさん、ヤンフースしてないしんぼしさんも来てくださいました。ヤンフォースして、もっ,とあったんさん、フル。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうたうさん来てくださいました。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、しんぼしさんのファンレベルが8に上がりました。ありがとうございます。あきさん、数のシャーペンオークションスタート。まずはタワー1本。<laughs> やばい。売られる。 私の私のシャーペンがねちょっと私のシャーペンもうだいぶもう汚れてますよでも最近ね綺麗に拭いたからまあ汚くはないはずだいぶ最近拭いたからねこのね私のちょっとねここのシール私外してさないタイプというか外すの忘れてたタイプなんですけどもねもうなんか何書いてるかわからんもん多分ね何書いてるか多分そもそもわからんもう文字消えちゃってるんだよね,ね ね、タワー1本かで、ね、だいぶ高いですよ、この、このシャープ。もう、もう普通にあげます <laughs>。欲しいって言われたら多分ね、自分で他のやつ買ったらあげます。つきさん、素敵なコンパスでしょ。お姉ちゃんの取ってきましたとか <laughs>。そうなんですよ、本当にね、素敵なコンパスなんですよ。これはね、なんか、素敵きなね、なんか本当に。 結構ね、なんかさ、コンパスって場所取るじゃないですか。なんかたまになんかさ、すごいさ、なんかもう、コンパスケースみたいな、なんか透明なやつある、わかるかなあれに入ってるやつは私持ち歩いてたんですけど、もうね、明らかにね、邪魔なんですよ。すごいでかいから。そうでね、いろんなものがね、ガシャガシャ、コンパスケースにあったって、なんか割れたりもするんですよね。まあ、筆箱に入れるのが悪いんですけど、そう、これはですね、そう、これがね、パカッと開いて、そう、こうやってね、やるんだけど、 そうテストの時にさここがさめちゃめちゃ緩くてここがね本当にね緩かったのここのネジがだからねすごいね回していくためにねどんどん広がっていくんだよね円がねすごくね素敵なねなにぐるぐる模様ができました <laughs> 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 あティーガさん同じ定規使ってたけど高校入るこの数字全部え同じ定規ですかお揃いじゃないですかねねお揃いだね高校入る時に数字全部聞いてたもうねコンパスねまっすぐ線 だいぶね、能力失ってるのよね。ダティーガさんが能力をね、失わせたんだ。<laughs> あれさん、修正テープやね。あれ私、間違えてた。修正テープ。言うの間違えてたかな。あ、修正、あ、修正ペンって言ってた私。いやあアキちゃん、修正ペンも、私、修正ペン、うん、修正テープ、テープって言わずに、あ、ペンって言ってたんだな。申し訳ない。ねペンも、う本当に修正テープはね、破壊しがち。本当にね、ちょっと力入れたとき、バキップーンって飛んでくから。 あ TGG 新婦さんさん、絵描くの満ちてーって、え今ね、全然書いてないテスト期間中だから。あ、でもね、あのー、机には書いてるよ <laughs>。ファンクラブをね、見たか見てくださった方は分かるんですけどね。そう、私はね、すごいね、あのー、机に絵を描きがちです。今もね、なんか2体増えました <laughs>。その後2体増えました。ね。 で、残してたらね、すごいね、なんか、ここがね、汚れていくんだよね。ちょうど右手にさ、右ら辺に書くから、すごいね、ここが汚れる。ここ、ここ、ここが汚れるから。でもね、消すのはね、なんか寂しい気がして、消さないんだよね。ルシェさん、ハサミまで可愛いと褒めてくださいましたね。あの、友達のお父さんにありがとう。マルオさんパパありがとう。<laughs> ねえ。ゆたらさんね、ワニのハサミなんですよ。かわいいよね。本当にね。友達のパパ、ありがとう。しょうへいさん、プチ50カウント、ありがとうございます。そして、おもちづきさん、ハッカをありがとうございます。こんばんは。そして、サバノスケさんも、こんばんは。来てくださいました。ありがとうございます。ジルルンと、はじめましたかなアスミスでございます。よろしくお願いいたします。ハッカをありがとうございます。カムカパーさん、おばんです。来てくださってありがとうございます。そしてウルトラタインさん、ヤーホー来てくださって、ありがとうございます。 そして丸さんクマのためめに星集めてくるねととありがとうございます多分ねもう私多分ね皆様より多分ねもうコメントを読むのが遅すぎて世界線が違っているので私の方が世界がね違う多分遅いのでね多分もう帰ってきてくださってるのかなありがとうございますサブノスさん今日も京都で運転中サブのスケさん事故らないようにね安全運転で行きましょう煽っちゃダメだよ <laughs> そんなねねおり運転は良くないですね ね私見たことないですけど、生で。ねぜひぜひ交通ルール、よく私はね、しっかりそれは運転できないので、わからないですけど、まっすぐ走りましょう。TJJ、あ、でもまっすぐ走ってたらコーナー曲がらないか、気をつけてください。もう私には何も言えません。でもさ、夢で、一応ね、夢だよ、夢でね、あの、寝てる時の夢で車を運転したことあります。あの、実は言うと、その夢の中で事故りました。うん、ね TJJ シンプソンさん、友達のお父さんの愛のコーナーった。 ね、ほんとにね、そう、友達のお父さんからもらったから。アリンさん、ほんとありがとうございます。達成でございます。ほんと100回ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ロシアさん、遅い時間はお見送りに参加できない。そう、あ、そうだ、さっき読ませていただいたんだ。ありがとうございます。教えてくださって。もう私ね、ほんとにね、記憶力がないんですよ。散歩人さんね、来てくださいました。お散歩中でございますかね。ありがとうございます。鈴ス,スでございます。こんにちは。来てくださって。 ねつまった。TJ 神父さんさん。ありがとうござてます。ダジャレ。スス入ってることから。ねありがとうございます。サンポニンさん、ローありがとうございます。そして、博士とナノちゃんさん、こんばん来てくださいました。そして、大ちゃんさん、こんばんは、こんばんは、豚骨スープって書いてある。豚骨スープは美味しいですよね。うん、ヨシカズルルンさん。メールは、スーちゃんしか取ってないよと。ありがとうございます。よしかズルるルンさん、ありがとうございます。ね私のね。 あのファンクラブのねメール取ってくださったということでありがとうございます最近ね私のファンクラブ私がねファンクラブにファ,ファンクラブにね入らないね時があったんですけどそう私がねそうあのだから遅れない日がね丸一日空いてしまってほんと申し訳ないでございましたもうね復活しましたのでね送っていきたいと思いますたまちゃんさんはじめましてこんばんは来てくださいましたスミスでございますよろしくお願いします いつも20時まで、ね、しっかりツイートしててやられたいやほんとにさあのたぶんたまにねほんとにね19時3からさすごい猛スピードでさすごい私ツイートをさい,いろんなものをバンバンする時があるよね連続で <laughs>「赤星さん助けてくれスマホ買い替えたらデータがみんな吹っ飛んでしまったのうわ最悪じゃんそれ帰ってこい赤星さんのデータえい!ね」ね直りましたね ちょっと赤星さん、それは、私ってちょっとね、機械は意外と弱いから、ちょっと頑張ってとしか言えない。頑張ってください。あ、ちぇちぇじぇ、新さん、すちゃん何時寝てるの深夜2時と、昨日はね、深夜2時、2時本当にそう。あの、勉強してたからね、私勉強。あ、違う、深夜2時半だ。昨日はね、寝よう、2時に寝ようと思いながら、なんか他の教科書見てたら、なんか2時半だったね。2時半に寝ました。 え、そう、聞いてほしいの、今日ね、朝ね、そう、5時から起きて、勉強して、もう、完璧に行ってやろうと思ったんだけど、私ね、すごいなんか、もう、ツイート見てくださった方わかると思うんですけど、ね、起きたのがね、1時間後の6時ということでね、違う、6時じゃない、6時半だ。ね、本当にね、本当に、ショックだったよ。なんかね、朝起きてさ、なんか、 なんか、多分アラームをね、聞いた覚えはあるの。でも、もうちょっといけるかなと思って、バンバンやってたの。そしたら、まあ、15分くらいかな、経ったのかなと思ったの、15時から。ねえ、びっくりだよね。ね一1時間半過ぎてるんだもん。もう私はね、もうね、衝撃すぎて、ちょっと絶望感をね、味わいましたよ。ごとじいさん、破壊ありがとうございます。こんばんは。そして今さ、今回は友達のパパ達、すっちゃんのファンなのか。全然、全然、全然、あの、ねアイドル全然やってなかったので、その時は。あの、 そう全然あの私の誕生日去年ですね去年違う去年あ去年でございました14歳のね誕生日の時にね友達から頂い,いたねプレゼントなので翔平さんでかすぎじゃないのとあく熊ですか熊さんあの多分熊の 2m の話かなあのでかいと思いますすごいでもかわいいと思いますああ当時純さん書いてくださった 緑黄色社会と読むのですね。あの、重い、あのね、わかうん、ね、何回かね、あの、こうだなと思ってたんですけど、漢字が読めないっていうね。あ、皆様ランクがね、六位に上がりました。本当、ありがとうございます。ありがとうございます。くまさんにどんどん近づいていってるわ。かにせさん、唐突で申し訳ないけど、すーちゃん、好きなディズニーキャラクターですか。ディズニーキャラクター。ええー、ちょっと悩みたい、これは。ちょっとね、コメントがまた渋滞する。まあ、いっか。 ぜ、ね、ぜひぜひ皆さんコメントお願いします私はディズニーキャラクタープリンセスで言ったらえっとねあのー、ラプンツェルが好き、うん、ラプンツェル、うん、好きだねラプンツェルが好きですあとねディズニーキャラクター多分ねなんかディズニーのやつを見ながらだったらスラスラ出てくるんだろうけどあディズニーキャラクターはね私ねモンスターズインクのブーが好きです。ブー ブーってピョンってなってる子なんだけどちっちゃいんだけどその子がね可愛い,いええー、好きなキャラクターでも多分あのミッキーとかそういう系の方がいいですよねうんーちょっと待ってね考えあのどの方も好きなんですよディズニーキャラクター <laughs> どの方も可愛らしい可愛いなんか上からだな可愛いなと思うんですけどちょっとねちょっとどの子だろうなんか本当に見ててあ かわい,いなこの子って思うことは多いんですけど思い出せないあオラフのなんかオラフじゃないな,なんかオラフのなんかでかい場みたいななんかおっきいなんかちょっと怖めのやついるじゃないですかそれの子供みたいななんかちっちゃいこんなぐらいのなんかかわいい子たちかわいいなと思います多分伝わる方には伝わると思います <laughs> ね雪だるまですねこんなぐらいのこんな感じの本当にくしゃみしたら増えたやつですねかわいいなと思う ちょっとね、ディズニーケかな、考えます。渡タさん、クリスマス多分行けるんですかゴッドじーさん、お待ちしておりますよ。よね、ぜひぜひ、来てください。ひミきさん、来てくださいました。こんばんは。来てくださってありがとうございます。そしてね、佐々木宏明さんも来てくださいました。こんばんは。皆さん、中学生ライフが楽しくしてるスーちゃんにほのぼのしておりました。ありがとうございます。もうね、どんドんでございます。<laughs> ねせっかくの中学生なんで、お邪魔しましたね、来てくださってありがとうございますお邪魔しましたこんばんはねつみすでございます。よろしくお願いいたします。tj シンプルスさん、クマそんなんでかいと、こっそり人入ってるなんて怖い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 。<laughs> <laughs> 結構事件性高いよ。赤星さん、みんなデータ復活させてるので、ちょうどすーちゃんが配信してて、 みんなのデータよかったよかった。ね配信してて助かった。あ、なら今や、や、やること今なさ、ないのかなならぜひぜひね、私の配信見ててください。ねよしかずるるさん、すーちゃんの沼に両足使ってます。両足、あ、全然肩までお願いします。<laughs> 肩まで。ぜひぜひね、あの、ゆっくりね、ね使ってください。<laughs> お風呂感覚でね、いい湯だな、ということで。 ヨシカルルさんありがとうございます。嬉しい、このコメント。うなさん、こんばんは来てくださいました。そしてね、ぴょこにんさんもこんばんは来てくださってありがとうございます。うなさん、ね、長く配信するならイベント期間だし、1時間過ぎたら更新してみては。なんだ、更新、そう、あ、覚え出したイベント、あの、あれだよね。そう、あれだよ。あの、オーディション中にもね、なんか、なんだっ,たっけあれは何時間開けるとかありましたよね。星集めとかの問題で。 ふふんふん1時間過ぎたら更新してみたら更新って1回さ配信切るんだったっけならちょっとコメント急がないといけん <laughs> <laughs> 赤羽さんスーちゃんは勉強覚えられないのをしてるんでしょって本当にね勉強覚えられないですよほんとびっくり「丸尾さんただいま」と「おかえり」とたぶん絶対書いてらるんで、ね、<laughs> ありがとうございますで星しいやつありがとうございますそしてね渡辺響さんのファンレベルが6に上がりようしありがとうございます かさん、すちゃん巨大グマ諦めたのと諦めてないですよ私は巨大グマをねあのゲットいたしたいと思っておりますそうね巨大グマだって夢ですもん私の憧れだってさおっきいクマさんとかさもう憧れちゃ憧れじゃないんですかね私は憧れですてるさん無印はシンプルでいいですよねって本当にねシンプルでほんと素敵ですよよく無印無印のペンをずっと使ってるうんやっぱね無印なんだよね 練習さんコンパス懐いとねコンパスやっぱねなかなか大人だって使えませんよねあでも使う方は使う方は使う方は使えますよねねえツタンさん絵の机の絵もいろんなタッチで素晴らしてありがとうございますそうあのなんかね皆様い,ねいつもよりね私違う方あこれだよねって思いい言いたくてもちょっとね机に書いてあるから <laughs> 見られないんですけどなんかキュッてなってるやつですよねそうこうやるやつ。 多分ね写真見てる方はわかるねファンクラブに入ってくださってる方はわかる <laughs> こんな感じのね首こんなキュッてなってるやつはなんかなんだろうなんかすごくすぐ書けるんですよあのだから学校でなんかこっそりなんかこ,こっそりじゃない小さいとこにメモを取るときとかなんか本当にねメモノートにメモるときとかにこいつを書くとかわいいと思っているそうなんか ね可愛く描きたいそんな一回一回、ね、ガッて描けないからそうでもそんな全然私の絵はそんなすごくない <laughs> よしかズるるさすーちゃんあやかくのお前とでも褒めてくださってありがとうございますもっとね上手になりたいでございますよ本当にねそこそこたいさん来てくださってありがとうございますヤッホー来てくださいましたそしてねウィ,リーウィリーさんね来てくださいましたフォローありがとうございます そして浜之助さんのファンレベル6に上がりましたありがとうございますそして私へいびきさん学生の時コンパス忘れて上下とシャーペン日本で円描いたことあるってあれそれできなかったんですよ定規とシャーペンでよく描けましたね私できなかったですよねすごい私はね塾でそういうことがありましたあのテスト中にさやっぱコンパスないわと思って でなんか紙ゴムでなんかやったら紙ゴムとなんか何かで紙ゴムとシャーペンと多分シャーペンかなってやったらうまくいくって聞いたことあるからやってみたんだけどすごいねなんかもう出来上がったねうおーみたいな <laughs> 本当にねもううおーみたいな私のなん、あのー、なんんかあののだっけ <laughs> 私のイヤホンみたいなね私のこういうイヤホンのねなんか,なんかあちょっと待って今日綺麗なんだけど最高。 今日はね絡まらなかった本当にね私はね線がね書けないよコンパスはねやっぱ丸だよねてるさん定規とかコンパスとかやっぱ懐かしいですか懐かしい方多いですよねいつきさんすっちゃんあ <laughs> り運転チャリで <laughs> チンチンチン,ンって私さでもなんか私の自転車はねなんかなんかねなんかベルがなんか手元になくてなんか真ん中なんですよもうなんかだからこうやって乗ってるじゃんここにあるからもうね鳴らスとなったね <laughs> ってなるわけね逆にね自分がねあなんか事故りかけるからちょっとね鳴らしたことがあんまないですねそうあんま鳴らすのちょっとビビっちゃう人私 <laughs> ケイさん発会ありがとうございますこんばんは来てくださってまたねさミルクが偉そうだなドンと今日はねミルクはね優位に立ってますねくるみちゃんのねどういう心情なんでしょうねなんか今日は自信満々って感じかな <laughs> テルさんね安全第一でございますのでねぜひぜひ イガーさん10分後のそのややばい多分10分十分前の10分後なのかなこれがやばいみんなと世界線追いつきたいみんなで世界線やばい私だけなんかほんとにね皆様と世界が違っていて切ないわゆめみんさん破壊プリンセスだ <laughs> ね破壊王じゃなくてちょっと可愛いからね <laughs> プリンセスの方がね全然可愛いゆめきさん夢で事故ったスーちゃんが乗ってたのマリオカートだったのかなとねほんと言ってでん ブーンのやつだよね私さなんか3215みたいなの出てくるじゃないですかそれでさ2の2の後半ぐらいからやるとめっちゃ加速しますよねねえでもあれでも2のね前半の方でさちょっとボタン押しちゃったらねあの演出して爆発するんですよねあまた練習さハートありがとうございますすありがとうございまじゃねるさんすんちゃんあまるさんお帰りなさるのまるさんお帰りですありがとうございました楽しかったですバイバイ うん。ちょっと待って。そして、コンさん、乙女ども再生数、そうなんですよ。10万回超えました。乙女どもありがとうございます。皆様、ありがとうございます。あの、ダンスはね、ほんと、乙女どもはね、素敵なんですよ。皆様ね、ぜひね、乙女どもはまだ見てないよって方は、ぜひね、YouTube へドーンということでね、乙女ども行ってね、見てください。はい。そして、翔平さんのファンレベルが9に上がりました。そしてね、モリリンさんのファンレベルが12に上がりました。ありがとうございます。そう。 テレさんファンクラブのメッセージとてもと届きましたよかったとても可愛かったでしたありがとうございますよかったよかった届かれて本当にねファンクラブが開けない自分がね開けないのが一番辛いがみ <laughs> <laughs> さん何時間寝れてるのって今日はね寝たよいやそうでもないな2時からだからまあ普通に、ね、結局6時半まで寝たから普通に4時間半は寝てる全然大丈夫うんうん大丈夫大丈夫 全然元気。今日はね、でもね、さっき寝たから <laughs>、ご飯食べた後に、ワンピース見てな、見ながら気づいたら寝てました。ね、だから全然元気。いそうだ、私ね、あの、やっとねあ、あそこ終わったんですよ。なんとか海賊団。ど、どこも海賊団だ、だいたい。あの、家計のところ、昨日言ってたところです。我頭のあのあ、あの人のところがやっと終わって、今なんか、なんかみんなの記憶がね、あの、なんか思い出がなくなっちゃったみたいな感じの部分に来ておる。 tj, 新婦創作、肉まん、何好き肉まんはね、なんかね、コンビニで買う、あと551買うんですけど、あ、やっぱ、通常版、通常版じゃないかなわかんないけど、普通の、あのに、お肉のやつが好きかな。あ、建前さ、水色のだるまさん、ありがとうございます。そしてね、ありさはね、星、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、熊さん今頑張れるわ。よし。どこだったっけ本当にね、 もうティーガさんのコメントでねもう10分10分後の世界って感じで10分以上経ってるんだろうなでもこれね絶対食べ絶対過ぎてるんだろうな瑠璃さんそれで朝起きられなかったそうなんですよ朝起きらなかったよもうね絶望感でいっぱいですいおりさんアーチファンンのセンターって誰ですかえっとですねタカネコのセンターはあのモモなんとねりちゃんなんですけどね どうなんだろうね。でも、二人じゃないかな。わかんない。でも、りちゃんかな。わかんないよ、私も <laughs>。<laughs> なんだろう。一曲一曲にやっぱ、まあ、センターあるのかな。私も、りちゃんかな。え、も,も,もう、モーナーも、ダブルセンターじゃないのかな。ねえ、ちょっと。私、アラームの縮小あロタ見てくださったんだ。ありがとうございます。本当にね。 ね、スクショ終わらにね。びっくりした起きてからさ、なんかさ、本当に、え何この写真みたいな。でもた最近4時起きなの、寝てください。大丈夫4時起き。ね、眠たいでしょう。つた屋さん、さすが2時半まで起きてたさすがに起きれないと。ああ、やっぱね、ちょっともうちょっと早く寝たかった。で g j で g j シンプソさん、頑張って、スーちゃん、素敵ッキーーありがとうございます。ね、もう元気出ますよ。アウトライブさんも、こんばんは来てくださいました。 よしかぞるるさん、すーちゃんにファンレター書きたいけど、字が書き汚いから書くの迷ってる、全然えー、ちょっと待って、書いてほしい、書いてほしい。よしかぞるるさん、書いてください、ぜひぜひ。私の方が多分字汚いですよ、ほんとに。なんかね、私ね、昔はね、自分で言うのもなんだけど、字綺麗だったの、そう、字が綺麗だったんだけど、なんか1ヶ月ね、ある時に勉強しなかったらすごくね、字が汚くなったから、皆様ね、あのー、字はね、定期的に書いた方がいいと思います。<laughs> 1ヶ月ですごい私の字はね、傾けましたのでね。 ヒルダー様。<laughs> えー、でも、吉川カルルさん、本当にね、お待ちしております。本当にね。ね私はファンレターが大好きでございます。そう。嬉しいよ。もらう。1枚もらっただけで私はね、もうこんなんだよ。もう嬉しすぎて。嬉しいの前あ、ゆめみんさん、あら、もう何台も遠くに置いておくというあーそれお母さんも言ってた。ね絶対その方がいいよね。本当に今日、お稀れなの使ったことで反省したからさ、そうしようかな。 太郎さん、2時半まで起きてたえ、一緒じゃないですかイェーイおろっち。お前2時半まで起きてた同盟組みましょう。てれさん、わかります時間見た瞬間ね、絶望しちゃうよね、本当にね。びっくりだよ。もう本当にもうね、なんか、起きるじゃん。こう、布団は、こうやってやるじゃん。で、時計見るじゃん。あれなんか時計おかしいなと思って。でもね、絶対にね、あの崩れない、それは時計なの。あの、なんかなんだっけ、電波だったかわかんないけど、絶対崩れない時計だから。えと思って。 止まったよね <laughs>。ゆめみんさん、マジンブーって、マジンブー聞いたことあるなんだったっけねえ、どの話だったかわかんなくなっちゃった。本当に私さ、たぶん、何、分後かの世界だから、これ。またねさん、好きなキャラはすの、<laughs> ありがとうございます。ねキャラクターにす選んでいただけました。もしかしたら他の数かな私だなってるかな <laughs> ねえきさん、はにえまして、こんばんは、すみそでございます。よろしくお願いします。ゆめみんさん、えば好きな子、あすか、好きな期待は,は、は、 初号機と私もね、ね、エヴァ好きです。っていうか好きな子もアスカ私も好きな機体は初号機。初号機いいよね、やっぱりね。初号機がやっぱ紫だったよね、初号機。うん、初号機紫。やっぱね、エヴァいいよ。最近エヴァ見れてないけど、ちょっと今ワンピースだからね、全然進まないけど。アスカ私も好きなんですよ。アスカのね、服とかもありますよ。そう、アスカの服もあるよ。めっちゃ虫。さよなら。<laughs> 13に上がりましたありがとうございましてねミロさんヤッホー来てくださってありがとうございまして赤星さん手伝ってくださるんですか勉強でもさ私の頭に入るかどうかだからな課題だったら手伝ってほしいけどあってでシンプソンさんミッキードナルドグーフィーどれが好きコロナ禍だったらグーフィーって何だったっけ <laughs> あグーフィーちょっと待ってグーフィーを思い出したいグーフィーとなんかさなんグーフィーがどっちなのか分かんないんだよね私なんかさ なんか、黄色の子もいるじゃん。グーフィーがこっちか。なんか、黄色のワンちゃんもいるじゃないですか。あ、え、お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 おおおおめっちゃかわいい。<laughs> じゃ、待って、ありがとうございます。うん赤星さん、ありがとうございます。なんか、すごい、キラキラ、すごい。ほんとにこれ嬉しい。え、赤星さん、ありがとうございます。赤星さん、ありがとうございます。ね、ちょっと待って、びっくりしちゃった。ちょっと私、びっくりだよ。ちょっと待って。ちょっと絵を描かせていただきたい。ありがとうございます。初めてもらったかもしれない。この、なんか、シンデレラみたいなの。嬉しい 赤星さんありがとうございます。絵を描かせていただきたい。帰らないで。赤星さんに絵を描きたい。あいミスった、スった、ミった,た。よし、ちょっとね、今からね、またね、コメントが送れる原因を作ります。よし、ね、あ全然太かった。赤帽子さんに感謝を赤帽子さん、帽子かけるかな。ちょっと字がね、これで汚いことが多分わ分かるのですが、赤帽子さん、さんタワーありがとうってやったー、いタしい。 ありがっ字が汚い本当に絶望するぐらいでそして本当に字が汚いありがとうございますちょっとね本当に字が汚いことあーちょっと待って今日本当に字が汚い日だね赤星さんありがとうございますくまさん書いとこあちょっとめっちゃ言ちゃったね赤星さんありがとうございます本当によしくまちゃんを書くよ私はもうミルクの顔しか書けないよ <laughs> ね ありがとうございます。本当に、うわ、嬉しい。よし。あ、間違えちゃった。あ、でも、これで、よし、オッケー。ちょっと可愛くないかもしれない <laughs>。なんか、今日絵が下手くそ、何もかも、今日下手くそな日色。えー、ありがとうございますね。サインも書いとこう。うよし。ちょっとね、これで色をつけよう。ねー、嬉しい。赤星さん、何色が好きかな。赤か、どっちが好きなのかな。ね。 よしこれでまず普通に色を塗ろう本当に今日ね字が汚いやよしガボイさんねありがとうございます青色と赤色を使おうよし OK ちょっと雑うんちょっと本当にねちょっと今日は本当に絵が下手くそな日だ本当にちょっと書き直そうかなあとで書き直しますあとで書き直します一応できました できました。できました。ね。ちょっと。はい。ありがとうございます。赤星さん。ね。いらっしゃるかな赤星さん、ありがとうございます。反射だーね。ありがとうございます。ちょっとね。ちょっと、あとで書き直させていたこと思います。これは。ちょっとね。今日はちょっと字が本当に汚い。ありがとうございます。本当赤星さん。ありがとうございます。ちっったかなね。よし。ちょっと待って。赤星さんのコメントだけあるかな赤星さんいる 赤星さん、赤星さんちょっと赤星星ささんんのコメントあるかなあどこだ赤星さんいきなり投げてくださったのかな,ならありがとうございます、赤星さん、ありがとうございます。ねえ、データが復旧することを願っております。<laughs> あそういうこと、手伝ってやるかって、そういうことイベントの方かなありがとうございます、何それって、多分見,見せて,てくださってるかなありがとうございます、ありがとうございます、もう、ありがとうございます、もう出てくるよ、めちゃめちゃ。ね 会社会社でございます。あとでね、インスタのストーリーにあげと、あげますので、よろしくお願いします。t J j シンプソンさん、くまったくまった、くまったくまっ,った。威嚇、あ、立林さん、破壊ありがとうございます。コンバースそしてね、社長に呼び止められて、いろいろグダグダです。あー、グダグダーでも大丈夫。社長はね、ね、きっと、何か例てば、何の、な、何の、ちょ、<笑><笑>ね、言いたいことがわからなくなりました。立林さん、お疲れ様です。今日もお仕事ね。お疲れ様でございます。 皆さん更新するのはコメントだ。そう、リセットされるから。ね、すーちゃんのラグだと厳そうとね、厳しめ。絶対ちょっと読み切れないな。よし、ちょっとね、コメント抜かしちゃうかもしれない。あやかずさん、破壊ありがとうございます。こんばんは。来てくださってありがとうございます。1時間で、ね、あと8分ですけど、一応切りますか ?1 回。としさん、ヤンホー、たしビンさんもこんばんは。そしてカズニさん、ライブ前とかね、必ずやるルーティンですか私はね、まあ歌とか練習するのはいつもなんですけど、あのー、私はね、水泳の、 なんか試合とかから絶対なんかね水泳の試合とか陸上の試合をする時に絶対なんか勇気づけるのかな緊張してる時に絶対やるのがなんか胸をドンドンドンって3回叩くんですよあんま良くないと思うんですけど心臓によくあんまないとなんか誰かに教えてもらったんですけど癖でねこうやってドンドンドンってやったらあーごめんなさいよろしちゃった元気が出ます。 テイクテイク55さん、んは来てくださいそしてケロロさん、ヤッホー来てくださってありがとうございます。立テさん、すーちゃんアイス好きチョコミントとか、私ね、チョコミント食べれないんですよ、チョコミント。そう、チョコミントはね、食べれないの、私。そう、そうなの。ね、でもチョコミント好きな方は好きですよね。私はね、アイスはね、あのー、ー31で言ったら、ポッピングシャワーで、普通にアイスだったら、チョコが好きです。あ、抹茶も好き。立テさん、 絡まってないとね、そう、今日はね、絡まってない。ゆたろさん、コンパスないと、ガクガク丸になるとね、ほんとに、あ三 !3 位に入りましたありがとうございますくまちゃん、くまちゃん、もうちょっとはい、まあでもね、日にちまだあるから。<laughs> ねえ。あ、11月27日の21時59分、22時に終わるなら、私参加できないじゃんか最後ははぁねえ、ガクガク丸になるほんとに。あ そんそんさん、ビギナーさんですね、ありがとうございます、ね。こんばんは、来てくださってありがとうございます。よろしくお願いします。夢車検さん、こんばんは、破壊はありがとうございます。吉一郎さん、ご10カウント、ありがとうございます。ちいじいしぶささん、んうすん<一>スーちゃんに、自転車、自転車乗ったらやばいと。あ、でも自転車焦げますよ、一応。<laughs> ね、ブーん。例えばさ工事緊急で。丸ダンボール補足 細長く切ってコンパス代わりにするのへー緊急なんだ緊急で丸い穴を開けるときほう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 すごいなコンパス代わりやっぱさすがプロの方って感じですよえむみんさんサービスサービスと本当にどれだったっけどの話だろうありがとうございますうんねえちょっと待って ハルクバブバさんの花ブがね、24に上がりました。ありがとうございます。えばさん、演奏爆発、分かりますかね、えばさん、10万回、本当ありがとうございます。そうなんですよ。ねーあ、ね10万回と本当にね、ありがとうございます。外目ども。で、えばさんね、演奏爆発は、あの、あれですね、マリオカートですね。 ねもう多分あのねちょっともうコメントはね多分もう30分まで読み切らないのでもうコメントを優先して <laughs> もうちょっとねもうイベントね頑張りたいですけどもう1時間半もう続けましょうね私の決意 <laughs> 決意というのか分かんないけどでもね教えてくださって本当ありがとうございます本当そういうやり方もあるんだなと思いね思いましたティーガさん13分後の数えちょっと待って12分に終わったのちょっと, <laughs> ちょっと 13分後の私ですす <laughs> すごいティーガーさんんちょうど当てるやん、ね、13分後ですわ皆様ねだから今皆様が見てるのは13分後のあ違うわ私が見てるコメントが13分後なのかわお世界が世界線が13分も違うよテテバさん乙女どもめっちゃ好きもしかして今年一番ありがとうございます私のね決してを皆様がねすごいねえ 褒めてくくださるのがすごく嬉しいにほんとガーさんすごいな。コモさんこんばんは。そしてね、ジャイさん、セミ完了とありがとうございます。そして、ゆずたらさん、CP9 どの話だろうごめんなさい。そして、アリさんね、ね星さん、ありがとうございます。CP9 って何だろうアリさん、ありがとうございます。お星様、ありがとうございます。ねえ。 ねせかオも出るのツワイス20乃木坂日向坂も出るって言って本当ですか豪華ですねこれはしっかりね聞かないとね紅白ね私見るなんかね紅白って12月2十違う12月3日だよね見たいなでもいつもねなんか途中でねあの途中切れるんですよねあの普通にね。 うん、お参りとか言ってた。たてまさん、午後一食べたみたい。午後一美味しいですよ。食べたことないのかな。美味しいですよ、本当に。ね、おすすめでございます。おいしかずるるさん、今日のメール楽しみだなと、ありがとうございます。お待ちくださいませますでございます。TJ シンプソンさん、すす寝れたよ。大丈夫。ね、皆さんありがとうございます。そして、ケンケンさんね、はじめましてでございますね。すでございます。よろしくお願いします。え橋本環奈が司会するの ゆめみんさん来てください。ゆめみんさんありがとうございます。ガチでですか私ね、橋本環奈さん好きなんですよね。そう。かわいい <laughs>。<laughs> ね、あのー、可愛い,いのにさ、めちゃめちゃ可愛い,いのにさ、変顔が本当にね、好きなんですよね。そう、なんか、すごいしっかり変顔するじゃないですか。あそこが好きなのと、あのー、私が好きな、あのー、私、あの福田監督さんのね、あのー、なんか、アニメとか漫画をね、なんか、 実写化してるなんかドラマとか映画が好きなんですけどね、出てらっしゃるので、ね、好きですね。沢太郎さんのね、ファンレベル7に上がりました。ありがとうございます。やばい。13分後くらいなんだろうな、今私。ね、りちゃんなのかなあ、ありさんがりちゃんって言ってる。あ、テ i ーガーさん、10人偶数。10人偶数だから多分基本ダブルセンターでそうですね。基本ダブルセンターだと思います。立林さん、林のセンター、すーちゃんだとかっこいいありがとうございます。嬉しい。かっこいい、その言葉ね。 手配師のセンターはスーちゃんのというね、素敵なかっこいいコメントいただきました。ありがとうございますそして。ハルミンさん、フォローありがとうございますありがとうございますそして。司さん、いい仕事今終わったのお疲れ様ですね、お疲れ様です。頑張ってますね。偉いですよ。ね。あリさん、スーちゃんしか見てないので、ありがとうございます。嬉しい、アリさんも。ね、素敵なコメントばっかり。吉川ルルンさんあ、なんお手紙書いてくださるのかお待ちしております。待ってます。嬉しい。 ばさん今日し朝配信するってフリー配信者いて5時から起きてたのに7時に始まって眠いって本当に <laughs> ねえ5時から起きてたのに7時に始まったんだそりゃね眠たいわ <laughs> ねえお疲れ様でございますよなら私が起きたかった時間にば林さん起きたんだ <laughs> ああ完熟ばんぷいさん墓代ありがとうございますこんばんは、ね、来てくださってありがとうございますでございます 詰まってね、よしちょっとちょっとね、あの言いたいことを思い出した。よいしょ言いたいことを思い出したよ。どれだったかなちょっとね、iPad ッッの方で行くんですけど、スペッターの写真で、よいしょ、スクリーンショット。ね。 そうだよね。昨日さ、あの、壇上で一瞬だけね、横になりましたよね。完熟バンパイアさん。ありがとうございます。あ、ルーシンさん遅くまで勉強してるのや、偉ライト。ありがとうございますもんね。頑張ろうと思います。今日の夜も。えー、さん、アラームのスクショは今朝撮ったのと。いや、スクショ、あの、あの、寝てる時に撮ってたから、記憶ないんですよ。<laughs> ね、あんなにスクショが撮れてるとは思わなかった。ゆめみんさん。 AKB48、レコード大賞12年連続途絶えたって、え、メンバーが謝罪謝罪するんだ。ええー、ねえ、なんか、ねえ、うわー、なんか、ねえ、頑張ろうと思いましても、すごいな、謝罪するんだ。 ねあ、ゆめみさん、レコード大賞の優秀作品賞な、あ、ちゃんと細かく教えてくださってるわ。しばいちろうさん、しばさんのよよね。いちろうさん、今日も来てくださいました。ヤッホーこんばんは来てくださってありがとうございます。そしてね、ありさのファンレベルがね、14に上がりました。ありがとうございます。あ、しぶさだん、牛三つ時二2時、揺れてる時間や。ああ、ね、うしつ時だってなんか、言ってましたよね。あの、君の名はで。ねえ、言ってましたね。 なんだったっけでも違うかったな。あの、感動のシーンで言ってたのは、牛見届きだじゃなかった気がする。なんか、そんなコメントじゃなかった気がする。なんだったっけな。赤星さんのファネルがね、20人ね、一気に上がりましたので、ね、発掘されてに入ってくださいました。ありがとうございます。な例えばさん、グーフィーは犬ほんとに逆じゃないグーフィー、あれだ、どっちも犬だわ。グーフィーもいる。多分私が言ってるのは、プードルの方だった。グーフィー、プードルの方かなと思ってたけど、違うかったわ。ねグーフィーは犬さんでした。 ねあそうだそれでなんかでどの子が好きって言ってくださってたの私全然コメント無視しちゃってたくないその中だったらあのさっきの中だったらあのドナルドかなドナルドがねクワクワいいと思いますいね本当にねタワー本当ありがとうございます赤星さんダブルタワーって言うんですかこれすごい本当にねなんかこんなキラキラになったの初めてかもしれないありがとうございますみミさん「紅白歌合戦」も a k b ホテル さん出ないんだおおそうなんだうん私はスーって名前を初めてあ出会ってスーです <laughs> 来てくださってありがとうございます本当にねまた練習さんと出会えた本当に嬉しいでございますよティーさん G 切キル本当に本当大丈夫 <laughs> 私 G 汚いよ本当にあそうあプルートそうプルートねあ思ったことあるルーシューさんグーフィーとプルートってさ同じ犬なのに扱いが全然違うわけねえあのグーフィーの方はしっくりさなんか生き物んか ちゃんとなんかねいるじゃんなんかあのー、なんだろう頭にね考えがあるあープ,ールプルートさんもあると思うんですけど考え方がなんかさプルートのさなんかさなんか家族構成がなんかすごかった気がするプルートプルート家族ねプルートの家族がねそうプルートってさ家族あのいるんですよプルートにはねちょっとね確かね家族そう彼女がいた気がする ねえ、彼女がいますよ。え、なんか二人いるプルート2匹の彼女がいるんだっておぉこいつ、ねえ、すごいね。ねえ、子供もいるんだ。プルト。ねいつごなんだって。ねえ、彼女が二人もいるんだね。びっくりだよ。あ、テルさん、私もすーちゃんに手紙出しますで、本当ですか本当にね、お待ちしておりますね。 言ってくださいましたをね。あの、お話し会。あの、オンラインの時にね。本当にね。嬉しかった。私、もうこんなんだったよ、テンション。<laughs> ありがとうございます。お待ちしております。もう毎日楽しみで待っています。すいまさん、そんな日もあるね、とね。そんな日もあります。すいません、ぬいぐるみの位置。毎回ちょっとずつ変えてますね。軽く。そうなんですよ。パータさん。 かなバータさん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。ね、ぐルみの位置変えたことをね、皆様が見てくださるから変えます。シカズルルさん、ダイソーで買った、サンリオのレターセットで書くねって、ありがとうございます。ねダイ、ダイソーさんのサンリオのレターセット可愛いですよね。私もよく使えます。ゆきちゃんだよ、ゆきおちゃんだよ、さんね、来てくださいました。こんばんは、スミスでございます。よろしくお願いします。そして、ゆたろうさん、ドゴロンボール、まあ、悪い魔人、ブー、 悪い魔人ブー生まれ変わりがウーブーミスターサタンで優しくなら魔人ブーがいるよってすごい魔人ブーにもなんか種類,種類みたいななんかすごくあるんですね。ねえ。かぼさん何それと本当にね、ありがとうございます。多分これの話かな。iPad の話ですよね。ありがとうございますですよ、本当に。 森林さん、発会ありがとうございます。こんばんはて。縦ヶ谷さん。縦ヶさん、ありがとうございました。ほら、ありがとうございます。皆さん、タワーもいただいたことだし、今日は更新なしでも、あ、いいかもね、とね、ちょっとね、時間もね、もうね <laughs>。私はね、コメントを優先したいと思います。消えちゃうの悲しいから。ヒロノンさん、ヤーホー来てくださってありがとうございます。こんばんは。そして、ルーセンさん、誰かに気合い入れで、ね、背中、あ、叩いてもらいます。それもあります。あのーね、 あの背中を叩いいてもらいます、ね、最初に私はねだいたいりりちゃんとタイミングが一緒だからリリちゃんに背中を叩いてもらいます日に日にねどんどん力が強くなっているなと思いながら <laughs> どんどんね日に日に力が強くなっていっているなと考えながらねでも力強い方がなんか引き締まるからありがたいね私はきさんのファンレベルね7に上がりましたありがとうございますりリリちゃんのさディズニーの写真りちゃんもだったけどさ超可愛いよねなんか やっぱさリレちゃんってなんかさ写真のセンスすごく参加好きなんだけど分かる方おられないかなすごいんですよリレちゃんはもうね好き <laughs> リちゃんはねかわちいかわちいねたてもいね立林さんポッピングシャー好きなの一緒お揃いじゃないですか本当にね一緒ですよ私も好きねえ赤羽さん買いまっしゃるのです、ね、ありがとうございましたありがとうございましたまたお待ちしていますデータが復旧することを願ってありがとうございました ね、こうちゃんさん来てくださいましたヤッホーこんばんは来てくださってありがとうございます杏仁豆腐のアイスナタデココと応答が入ってて美味しいコンビニでも売ってるよとそうですかほほう,ほう杏仁豆腐のやつねちょっとちょっとこれは調べちょっと買いに行こうかなと思いますわあインインドラおねさんかなメンバーオブ高根のなでしこそうでございます私はね高根のなでしこのメンバーでございます最年少えっとな 何だったっけ知ってるよ、私。あの、文法を習ったんだけど、ちょっと忘れちゃったから。ちょっと年、年齢が低いって何て言うんだろう。なんとかオールドあ、フィフティーンオールド。フィフティーンオールド。して、最年少が言えない。あのね、最年少習ったよザ、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 モスト違う。ザ、ね、モストモストだザ、モスト。えー <laughs>。 <laughs> ザ・モストオールロ違うそうしたらお年齢だよさあモスと小さい小さいが思い出せないリトルビットなんか違う気がするねえちょっと難しいですねごって諦めちゃったティーガ,ガさんちょうどで草とねほんと13分ですよねえ立ささん,んて優しいんでしょうコメント的にいやいやいや本当にねコメントを先に読みます立ばさんティーガさんすげえとねほんとすごいですねティーガさん え次さん乙女どもの一番の見どころだからね、決してと。<laughs> ね、私の中で一番、一番、これがね、私の乙女どもので一番やってるのはそこかな。でも本当にね、乙女どもってさ、なんか本当にね、制服も可愛いしね、みんな素敵って感じで。せばやさん、決して見逃してはならんのとありがとうございますね。見逃さないでいただけるとありがたいでございます。 CDPK はワンピースですあ、そういうことか !9、九番目のなんかね、やつってことですね。全然、ね分わかんなかった私。<laughs> <laughs> 皆さん、紅白にうたちゃん出るのうたちゃん私ね、映画見に行けなかった人なんだよね。うたちゃん出るんだ。ちょっと楽しみですね。いつさんね、橋本環奈踊る好きすぎやろってね、橋本環奈さん好きなんで。あ、それア I don't know Japanese ジャパニーズスピーク。あ、日本語わからないか。えー、っとね、私も英語ね、英検2級持っててもね、全然英語喋れないっていうね、絶望的な状況でございます。あ、英検12級ね、12級。2級は持ってない。ね。また、練習さん、水色のだるまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね私も英語喋る。I don't speak English. でも、えっと、but I 頑張りたい。でも、but I want to I want to practice English very hard. <laughs> 伝わったきっと伝わったはずあ、I am from インドネシアインドネシアから来てくださったのかありがとうございます !I am from Japan! ヒロサンさん,さんこんばんは来てくださってありがとうございますそしてね、メガネさんもこんばんは来てくださいましたヒロサンさん,さん買い物中なの大丈夫これ見てて。大丈夫かな買い物中にね、なら、ね、ヒロサさん,さん何買う何かをね、ちょっと ね私何,のん何食べようねポン菓子おいしいよ <laughs> さっき食べてただからポン菓子おすすめです一郎さんに行こうとありがとうございますありがとうございますしてねこうちゃんさん50カートフルありがとうございますありがとうございますきゅうさんさん今夜はかき入れたのかき仕入れたのいいなレモン鍋だうらやましいかき私好きなんです本当に をね、なんか昔になんか焼いたカキを食べたんですけどあれはねやばいの、ね、美味しいねあれはねでもね最近カキフライも好きだよカキフライ美味しい帰宅しましたすっちゃんただいまおかえり煽り運転してまいり安全運転でよかったでございます沢之助さん乗ってくださって嬉しい <laughs> 安全運転で帰ってきてくださって沢之助さんよかったですねお帰りなさい野菜さんヤーホー来てくださってありがとうございますそしてアリーさん8回はありがとうございますこんばんは そぬいぐるみまざと移動させてるんだっだって皆様がねだってなんか言ってくださるからちょっとね軽く感てます <laughs> ね移動させてますなんか皆様が突っ込んでくださるからねしっかり意識してねしっかりねちゃんとこれこの子たちもねちゃんと順序よく動いてくれるので <laughs> ありがとうございますこうちゃんさんのファンネルがどこに上がりましたありがとうございますよしかずるるさん今回オンラインかきお話し会できなかったから次回はお話し会参加するねとありがとうございますお待ちしてますのでねよしかずるるるさんお待ちしてますうん立場さんグーフィーちょっと待って読めないんてん天天,天に天に天でしょ天使の天 天に、ちょっと、天に、えっ、ー、と、天に、どうかな竜かな竜の、こっち、天竜、天竜人とは、ね。えっ、ー、と、そもそも800年前に世界征服を設立した後、えっ、ー、と、現在のマリージュアに住むようになった19人の王族の、あ、もうまた、もう漢字、難しいよ。 ね、ワンピースワンピース関係してるのかほう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 。ね、プロとか一般に <laughs> ね、そんな感じかな多分ね。で、お話から全然覚えてますよ。ありがとうございます。本当にね。ありがとうございます。全然覚えてます。全然覚えてるというか、本当に忘れられないですよ。本当に。だって、お手紙、ね、本当に書いて、 お手紙かけますって言ってくださって本当に嬉しかったです本当とありがとうございますお待ちしてますよ <laughs> 楽しく待ってます聖地さんフォローありがとうございますありがとうございますね聖地さん初見でしたありがとうございますよろしくお願いしますすず、うん、ちゃんスタバよく飲み物ありますかと私はですねあのよく飲むものと言ったらあの期間限定のをまずは頼みますで期間限定のをもうね飲んでる場合はあのキャラメルフラペチンノ 普通に頼みますねはいスタバはね美味しいですねフラペッチーの。またね、すーが一番かわい,いよとありがとうご <laughs> しいます。あいさん、お話し恥ずかしいよねって、あいさんお待ちしてますよ、お話しら来てください、ぜひぜひ。すーさん、かわいいお子ちゃま、すーちゃんとね、まだベイビー。<laughs> ね、対応義務教育の私。立前さん、すーちゃん、背中に危険がって。<laughs> シトかな、それとミルクかな。ね。 ね十18時36分。今、6分ね、巻いてますね。アリサさん、8回ありがとうございます。こんばん来てくださってありがとうございます。キョウジさん、こんばんたそうとこんばんてそう来てくださってありがとうございます。トポトマスさんのね、ファンレル13に上がりました。ありがとうございます。そして、あ、そうだ、それそれ、言いたかったことあれ、それですよ。ポトマスさん、ザ・エストの EST のやつですね。ねえ、モスト、若者。モスト、若者。 いわるから、もうちょっと若者。あ、てるちゃん。あ、てるちゃんって言ってた。てるさん。ねえ、東山。えりさちゃんがいますよ。え、りちゃんいるのりちゃんりちゃんいるのりちゃん。ねえ、今いらっしゃるかなりちゃん。りちゃんさん。り <laughs> ちゃんいるかなねえ、いたら嬉しいな。えつけさん。ヤンゲスト、ヤンゲストね。ヤンゲ、ヤンゲストね何の話だったっけ <laughs> ごめんない 何の羽だったかも私だって今6分後の世界なんだもんルイトさの21に上がりましたありがとうございますヤンゲストねヤンゲストヤンゲストってなんだったヤンゲスト調べちゃおうヤンゲストヤンゲストヤン,ヤンゲスト意味いい年下ヤンゲストそういうことか英語だヤンゲストアイアムアイアムちょっと待って書いてアイアムザアイアムザア ヤン,ヤ,ンゲスヤンゲスト。アイアムア,ア,イ,ア,ムアイアムザヤンゲスト。<laughs> 合ってるから、ルセさんの方で21に上がりました。ありがとうございます。また練習さん結婚しててありがとうございます。でも私ね、まだ義務教育の中学3年生だから結婚はできないわ。年齢が足りない。 初見でしたありがとうございます来てくださってこんばんはでございますよろしくお願いします五木さんのハレベル5に上がりましたありがとうございます八月さんたくさんのハートありがとうございますねヤンゲストヤンゲストねあやさやさん焼きガキ焼きガキはねぇ柿柿の方かなどっちの柿だろうど 焼きガキ多分牡蠣の,あの海の牡蠣かなおいしいんですよ本当に牡蠣越えとた焼きガキ食べ放題だよって本当ね食べてみたい焼きガキのなんか焼きガキ食べ放題のところねえかはね食べたことあるんですけど翔平さんの本レベル10に上がりましたなのでね破壊最大21 4人目、ありがとうございます。シマエさん、ありがとうございます。本当感謝、感謝でございます。ノンタンさんにアホを来てくださいました。そしてね、ゴーちゃんさんのファンレベル7に上がりました。ありがとうございます。ハルク・バフさんのね、ファンレベルは25に上がりました。ありがとうございます。ルセさんね、リちゃんこんばんに、リちゃんと私出会ってないわ。リちゃんどこにいるんだろう。岩永昇さん、こんばんは来てくださってありがとうございます。こんばんは。して、ボトマスさん。I am the young e s t メンバーインタカネコ言いたかったことはこれです !I am ムザヤンゲスメンバーインタカネコ <laughs> ねありがとうございます。めちゃめちゃ皆様にね、教えていただいて、私は英語が喋れるようになりました。レベルがね、12.5上がりました。まさっちさんの3レベルがね、8に上がりました。ありがとうございます。じゃ、たさん、ヤング、ヤンガー、ヤングゲストあー、これ変えるやつですね。ねえねえ、アリさん、ヤン、 ヤンゲストインザグループ。グループ最年少と皆様が教えてくれる優しい世界だ。修造さん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。あ、辛不ソさん、コンビニの唐揚げ。コンビニの唐揚げはね、美味しいんですよね、本当に。あ皆様、多分、こんあのね、大体待ってくださったのかなコメントありがとうございます。追いつきました皆様と世界線が一緒です <laughs> ねえ、一緒ですよ。またねちゃん、57人りちゃんいるのちょっと待って、しみに行こう。 五十七位ってことは、ちょっと投げ,なくなさっ投げてくれたのかな、りちゃん。五十名、あいたわ、りちゃん。りちゃん、りち,ちゃんいるかな、もう帰っちゃったかな、りちゃん。ね、りちゃん。<laughs> あ、てがさん、おかえりと、ただいま、皆さん、皆様と同じ世界線ですよ。イエーイ ねえ、追いつきましたね。多分皆様ね、結構待ってくださってますよね。いつも。ありがとうございます。パパパさんのファンレベル自由に上がりました。なのでね、破壊されてに入ってくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。も、ま、う、あ、皆様が歓迎のお言葉を、お帰りと、ただいまありがとう皆様歌えうそうです歌います <laughs> 皆様にね、いつも世界線がね、追いついたら歌わせていただいてるんですよ。よし、歌うぜねえ、よし。 歌お,おー何歌うっかな2曲ぐらい歌えるかなねえうタさんやっと追いつけましてほんとね皆様お待たせしましたクリスマスライブ行きたいと待ってますぜひぜひあてるさんお題世界戦のすーちゃんもかわいいでしたありがとうございますね皆様にやっと世界戦を追いつけて私は嬉しいシいちゃんさんね歌の時間間に合ったヤッホースーちゃんとシゲちゃんさんヤッホー来てくださってありがとうございますちょうどでございますよと香さんのハンメダル12に上がりましたありがとうございますねえ,ねえチロル,ルだから ポロルちゃんだったっけ <laughs> ね昨日コメントしてくださってたポロルちゃんうさぎのポロルちゃんかわいい <laughs> ポロルはかわいい例えていさ歌の時間とね歌の時間でございますねあっちいせいさんさんもねワイって言ってくださってるわあよしこさん推し編なんてうるさいなよね歌いたいんだけどちょっとまだ C メロが自信ないのでちょっと今日はちょっとねやめときますちょっとね飲み物を飲みます なんかね、あの家でね歌うにはね歌えるんだけど C メロなんかね、配信になると緊張してなのかわかんないけどねすごく、ね、歌えないですちょっと飲めなかった、ちょっと缶なんですよね今日もね、カフェオレ <laughs> うんねえ、押し編いいよ本当にねほいいよってなんか言い,言い方嫌だな押し編本当にね好きなんですよね私もおちにしてくれなきゃーだつたさん、ポチホロルさんお家で留守番中、今なら さんさんが今いないのかなねポロルさんがね今占領してるということで言えよ <laughs> <laughs> 今日はねそうツイートを今日持っていくの忘れた学校にペプチじゃないよ今日は今日はねボスのカフェオレだよねそうなんですよ、ね、ボスのカフェオレよしそれではね歌っていこうじゃないですかなんかずっとね人気曲ランキングスパークルが1位だなずっとずっと君の名はだよね 君の全然全世界僕ら君を探し始めたよ何の曲歌うの今何の,何の曲が有名なの <laughs> なんか今歌いたい曲がちょっとね何かあるかな歌いたい曲何かあるかななんかお話に沿ったやつがいいけどね全然ねあっ良みさんこんばん来てくださってありがとうございますそしてねカスピかいさんこんばんちゃャ来てくださいまそしてね TDC シンプソンさんのねファンレベル8に上がりました さん仕事終わったんですかお疲れ様でございます。今からね歌を歌おうと思ってて何を歌おうっていうね今ね困っている状況でございます。何を歌おうっかな、ね、いつもね同じ曲歌っちゃってるからねえなんかスポッティファイルでなんか人気曲ランキング調べようかな。よし書いてなかったっけ本日のベストセットベストヒットだった。ねえ ななんかかあるかなちょっとね、今調べております。ああ、でも自分好みになっちゃうからわかんなくなるかな。ねあやっちさんのファンレベルがね、14に上がりました、ありがとうございます。リポーさんね、ねちら、ありがとうございます。こんばん、来てくださってありがとうございます。ちょっとね、Spotify の私は操作がわからなかったので、ちょっと他のやつでね、えっと、なんか、曲流行りって調べます、曲流行り。よし。ね。 あ、キックバック出てきたわねえラッキーで埋め尽くしてレス・イン・ピースまで行こうぜいつか見た地獄もいいところ愛をばらまいて歌ちゃんね私テるさん歌えないの私そう歌ちゃん歌えないのアドさんアドさんの曲調べてみるあでも私アドさんの曲歌えるかな自信ないやでも歌ってあーでも歌えないかもしれないけどちょっとねまあね見てみるだけ見てみましょう アドさんの曲でもアドさんいたわそりゃそうだよね昔歌ってた曲ギラギラとかすごい歌ってたでも今歌えるかなレディーメイドとかも歌ってたでもね私多分ねあの私は最近はね私は最強しかわからないからちょっと歌えない <laughs> ねギラギラ歌うちょっとギラギラ自信ないけどギラギラ歌うことにします、ね、よろしくお願いしますねギラギラ歌うことにします 女の子は強い音源が早く欲しいよね,ねどうだろうちょっと、ね、あ、ならねギラギラ歌いたいと思いますね,ね全然ねう歌ちゃんから Ado さんになってギラギラになりましたではねギラギラ歌いたいと思います自信はないのでよろしくお願いします「ゼロタイガーさんコーバー来てくださいましたありがとうございますそれではノリノリでね聴いてくださると嬉しいです昔の私ずっと聴いてた 「ひとつ切って思う気持ちだけは」「一丁前にあるからもえてるんでしょ」「あくきり正直言って私の顔は」「そんな体が左手で描いた」 ya それとも私の方ですかい？両手は鼻から無理ですよ。まが。 輝いて私は夜るをなにった ありがとうございます。ヒロヒロヒロさんのハンレベルがね8に上がりましたそしてねよいしょテるさんありがとうございます褒めてくださった嬉しいガオンさんねはじめましてこんばんは来てくださってありがとうございますよろしくお願いいたしますでございますが、ねえこうちゃんさん立岩さんルーシェさんモリリンさんありがとうございますありがとうございますではねもう1曲歌いましょうか七味さんのハンレベル7に上がりましたありがとうございます皆様拍手ありがとうございますありがとうございます よしそれではねこの曲歌うかもう一回ちょっとカフェオレ飲みます <laughs> やばいカフェオレがもうないよなかったもう全然それではねこの曲歌いたいと思いますさっきね話にやってくださったので、ね、乙女の前歌いたいと思いますノリノリで聴いてくださっと嬉しいでございます「愛から生まれた一冊の本にはまだ書かれている」 より。<music> <music> この苦しさの状態とかだけど傷ついても呼ぶこと でございますよしねえ皆様ありがとうございます褒めていただいて私も嬉しいやっちさんルーシェさんもとおとさん、ね、えありがとうございますのリのりで歌うことができましたありがとうございまするありがとうございますちょっと待って今今ファンクラブのメール来た <laughs> <laughs> 尻尾の折れたメールが来たあーよかったですねメールが届いたようでね尻尾の折れた沢之助さんのファンレベルが8に上がりましたありがとうございます ねえティーガさんが2行で読みやすくて助かるって本当になるでも長文の方がいいんですよねちょっと長文考えよう今度 <laughs> ねえ本当は皆さん拍手ありがとうございますそれではねよし団長目に参りましょうどこだ ?13 位の方から読ませていただきます13位ロジックさん12位パ,パパパさん11位ハルクくパパさん10位ヤッチさんそしてー ゆい七さん、8位、まさっちさん、7位、さてばいしさん、6位、もりりん、5位、もとオっとさん、4位、ありさ,さん、そしてね、3位、こうさん、2位、うなさん、そして1位、るせさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、でも、きっと多分赤星さんがいたんだろうな、ねえ、皆様今日もありがとうございます、しげちゃんさん、褒めていただいてありがとうございます、ふみさん、ね、だけど、ここ、ふ <laughs> ふここで狂って回したんだよ、だけどって頑張ってる <laughs>。 ね、今日も皆様配信を見てくださってありがとうございました今日はね1時間半とねあのー、ねまあいつもよりはね1時間ぐらいかな平均がだからねちょっと長30分長かったですけど皆様がお付き合いしてくださってありがとうございました嬉しかったでございますゆでちゃんさんこんばんは来てくださってちょっとでも,でもね終わっちゃうんですよ <laughs> だれからねねえチョコ見たら食べたくなったらチョコ食べたいね <laughs> 私も今チョコ食べたい皆様今日も配信を見てくださってありがとうございました今はね19時なので私はね 時に <laughs> 今日はでも勉強しないといけないから22分にはちょっと22時には寝れないかもしれない <laughs> それではね皆さんは今日もお配信を見てくださってありがとうございましたそれでは皆様おやすみなさいバイバイありがとうございましたバイバイ